2017から2018、フットボールリーグ、プレイオフ2018この項目では、2017から2018年シーズンの、フットボールリーグ、プレイオフについて述べる。プレイオフでは、フットボールリーグに属する各カテゴリーの昇格チームの、最後の1枠を決定する。チャンピオンシップとリーグ1は、レギュラーシーズン3位から6位のチームが、リーグ2では4位から7位のチームが参加する。 また、準決勝は、ホームアウェイ形式で行われ、決勝は、ウェンブリースタジアムでの一発勝負で行われる。2018年5月10日に開幕し、同年5月27日に閉幕する。ダービーカウンティ V フラムフラム V ダービーカウンティ2試合,合計スコア、2から1でフラムが、決勝進出ミドルズブラ V アストンビラアストンビラ V、ミドルズブラ2試合,合計スコア1の0で、 アストンビラが、決勝進出フラム V アストンビラチャールトンアスレティック V、シュルーズベリータウンシュルーズベリータウン V チャールトンアスレティック2試合後合計スコア2から、0でシュルーズベリータウンが、決勝進出、スカンソープユナイテッド V、ロザラムユナイテッドロザラムユナイテッド V、スカンソープユナイテッド2試合後合合スコア四から二で、ロザラムユナイテッドが、決勝進出、ロザラムユナイテッド V、 シュルーズベリー、タウンリンカーンシティ V、エクセターシティエクセターシティ V、リンカーンシティに試合合ケ計スコア3から1で、エクセターシティが決勝進出コベントリーシティ V、ノッツカウンティノッツカウンティ V、コベントリーシティに試合合合計スコア2から5で、コベントリーシティが決勝進出エクセターシティ V、コベントリーシティ。ありがとうございます。